薩摩高城駅は、鹿児島県薩摩仙台市湯田町にある、日刹オレンジ鉄道線の駅。駅番号は、OR25。南独駅名としても知られる。相対式2面2線ホームの地上駅である。無人駅で、駅舎はない。かつては、有人駅であり、駅舎も建っていた。砂浜が近いため、2番線側には線路に砂が、 堆積しないように防砂林が設けられている。かつては2番線側のすぐ裏手に、湯田口海水浴場があり、ホームからの東、シナ海の景観が良く、夏季は海岸を訪れる、海水浴客で大変賑わっていた。海水浴場廃止後は、砂浜や防砂林は放置され、木や草が生い茂っていて、海が見えにくくなっていたり砂浜が荒れていたりしたが、 2013年冬頃から、社員による駅の整備や、防災林の一部の木の伐採など、改良工事が始まって景観が良くなり、2番線ホームに展望を兼ねたベンチが設置されたほか、湯田口海岸の砂浜に海岸沿いが一望できる展望台が設置された。無人化後、1976年に駅舎が解体撤去されてからは、長年の間公衆トイレがない駅であったが、 2016年4月に国道下に公衆トイレが設置された。また2014年3月15日のダイヤ改正から観光列車オレンジ食堂が停車するようになり、同駅は観光スポットの一つになっている。当駅は大きな曲線上にある駅のため、JR 九州時代に特急列車が高速で通過できるように、主本線側の線路に大きな傾きが設置された。 被殺オレンジ鉄道に経営移管された後も関東は残っており、2番線に停車する列車は停車時に車体が大きく傾く駅である。2016年4月7日からは毎週木曜日のみ、クルーズトレイン、7つ母子ン九州の停車駅になっていた。2020年12月10日、駅前に観光物産館、薩摩工場館がオープンした。海側の2番線が、 列車の通過が可能な主本線である。基本的に上下列車とも一番線に入線し、列車交換がある時のみ、上り列車が2番線に入線する。2番線の下り列車の着発は、通過列車を除いて設定されていないが、オレンジ食堂は上下とも、湯田口海岸散策を行うため二番線に停車する。また、二番線は、停車時の車体の傾きが大きいため、 七つ母子院九州は、傾きの少ない一番線側に停車していた。2019年度の1日平均乗車人員は二人である。開業当時、薩摩郡高城村に設けられたのが由来。古くは、滝ではなく、高城と呼ばれていた。この地には、高城軍が設けられ、薩摩国府や国分寺が置かれた。今と同じ、滝と呼ばれるようになったのは、 鎌倉時代以降と言われる。この駅が開業した当時、すでに日本本線にも高城駅が設けられていた。こちらは、滝でも、高木でもなく、高城だが、漢字が同じで紛らわしいため、旧国名の、薩摩を冠して、薩摩高城駅と命名された。なお、同じ読み抜き聖本線の滝駅は、この当時はまだ、大加口駅と名乗っており、 滝駅となるのは1959年7月15日のことである。当駅の開業以前に日本国有鉄道で滝を称している駅は過去川線の滝駅がある。臨時快速、オレンジ食堂の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。